皆さんこんにちは、ニレアヤカです。ここにいくつかのフレーズが並んでいます。これは皆さんの大切にしたいこと、皆さんの価値観、これをいくつかピックアップしてここに並べているものです。では皆さんに問題です。ここに多くの国の子どもたちが大切に思っているのに、日本の子どもたちはどうでもいいと思っている価値観一つあります。この中にあるんですけど、どれだと思いますか？どれだと思いますか？ちょっと皆さん、ちょっと答え出ちゃったんですけど仏材を確保することというのが答えです。これはですね、自分が生きていくために、自分の身を守るために必要なものを自分の中に確保しておこうという価値観なんですけれども、これは日本以外の国の子どもたちはとても強く持っています。しかし日本の子どもたちはこれを持っていない。これはですね、日本の子どもたちは生まれた時から自分の身の回りに物が溢れているから、自分の身を守るものを確保しておかなくちゃという価値観は皆無に近かったということから、こういった結果が生まれました。国が違えば当然価値観は変わります。では皆さん、唐突ですが、人生ゲームってご存知ですか？人生ゲーム知ってる人手挙げて。おお、よかった、仲間いっぱいいたわ。人生ゲーム一応知らない方もいるかもしれないので簡単に説明しておきますと、人生ゲームはですね、一人の人間が家族を作ったりとか、何かイベントに遭遇したりですとか、仕事を得たりとかしながらですね、どんどんゴールに向かっていきまして、最終的に一番多くの財産を持っていた人がそのゲームの勝者というボードゲームなんですよね。まあ知ってる方が多いと思いますが、この人生ゲーム私はすごく好きなんですけど、これ遊んでて違和感感じたんですよ。その違和感の正体っていうのは、この人生ゲームの世界観、大富豪か大貧民かっていう最後で終わるんですよね、人生ゲームって。私ちょっと、それって私の人生にそんな終わり方なのかなっていうふうに思ったんですよ。それでもし私が人生ゲームを作るのであれば、全く違うものができるんじゃないかなって思いました。それと同時に、もし世界の子どもたちが人生ゲームを作ったら、どんな人生ゲームができるのだろう。彼らがいろんな歴史とか風土とか政治経済とか、そういった異なる背景で育んできたものによって全く違う価値観があるので、そういったところから全く違う人生ゲームを作るのではないかと思いました。私の仲間たち計11カ国の子どもたち と調査をしまして、どんな価値観をその子どもたちは持っているのか、どんな違いがあるのか、彼らならどんな人生ゲームを作るのか、そういったことをちょっと調べてみることにしました。これが協力してくれた国々の名前です。そしてその私の仲間たちがこの人たちなんですが、私のグローパスフレンズといって本当に感謝している存在の人たちです。I hope you guys are watching this right now, and let me just say thank you, and let's move forward together. I'm so thankful for you. Thank you so much. はい。これは彼らにすごい感謝しているので、この感謝の気持ちを伝えたくて、ちょっとここの場を使わせてもらいました。はい。で、このみんなが協力してくれたおかげでこんなことが分かりました。これはですね、日本以外の国ではどんな価値観がこう順位的に1位から20位まであるのかなっていうものなんですけど、1位は家族を守ること。これってなんか納得って感じですよね。私もきっとこれを1位に持っていくかなって思ったんですよ。ちょっとびっくりしたのが19位、現実から逃避すること。これビリじゃないんだなと思って、ちょっと有名になることよりみんな現実から逃避しちゃうんだっていう、ちょっとそういう意外な結果も出てきました。それでですね、ちょっとこの後見にくくて申し訳ないんですけど、これが日本と日本以外の国を比べてみたところなんですけど、皆さんから向かって左側が、日本以外の国のベスト10です。でこっち側にあるのが日本のベスト10です。幸い重なっている価値観というのもとても多くあったんですが、やっぱりこの赤い字で書いてあるところは、日本の方にはその価値観が存在というか、大きく反映されているけど、反対の方にはない。
というもので、この線がつながっているのは、例えば自尊心を持つことっていうのはどちらの国にもあるんです、どちらの日本にも日本以外の国にもあるんですけど、まあ、順位がだいぶ変わってきてるよっていう。やっぱり価値観ってどの国でも違ってくるんですよね。それでこの価値観の違いを国と国が認められなくなったらどうなると思いますか？やっぱり喧嘩しますよね、価値観が違ったら。国と国との喧嘩っていうと、そう、今聞こえた、ありがとう、戦争が起こります。で、この価値観の違いによる戦争をどうやって私たちはなくすことができるのか。それは私たち子供、未来そのものである子供たちが他の国の人たち の、 あの価値観の違いを知る、まず知るところ、そして認めて理解して、そういったことが大事になってくると思います。じゃあどうやってそれを理解することができるかな。ここで人生ゲームですね。これが大きく来ています。人生ゲーム、これを世界中の子どもたちがそれぞれの国の価値観を反映させた人生ゲームを作って、その人生ゲームを他の国の子どもたちが遊ぶ。例えば日本の人生ゲームを韓国の子どもたちが遊んでみたりとか、アメリカの人生ゲームをインドの子どもたちが遊んでみたりとか、そういったことをして価値観をみんな知っていこうじゃないかと思ったんです。でもじゃあどうやって人生ゲームにその価値観の違いとかを反映していけばいいのかなって思ったんですけど、例えばじゃあまずその全ての国の子どもたちが全員一回同じ人生ゲームで遊んでみるんです。それでこの人生ゲームで自分が変更したいところ、ルール一箇所だけ変えられるとしたらどこ変えるって聞いてみるんですよ。そうすると、もしかしたらある国の子はこのゲームのルール最後は神になるっていうのをゴールにしたいなっていうかもしれないし、この人生ゲーム財産って決めるんじゃなくて、最終的に気持ちの豊かさ、どれだけ自分が幸せになれたかで勝敗を決めたいなっていうかもしれないし、この一個の質問に対する答えは無限大です。これをどんな質問、この一つの質問にどれだけの答えが返ってくるかと思うと本当にワクワクしますよね。そしてこの取り組みを世界中で展開していけば、お互いの価値観をもっと深く理解し尊重し合うことができるようになるかもしれないと思いました。そこでですね、ちょっと一回人生ゲーム、世界の国々の価値観が反映された人生ゲームを簡単に作ってみようと思ったんですね。というわけで私の仲間の斉藤瑠香さんに作ってもらいました。ちょっと瑠香さんお願いします。はい、口に立ってください。どっち引っ張る、これでれーん。なんかルカさんだいぶ字が汚いですけど大丈夫ですか？大丈夫ですか？ちょっと、あ、カメラありがとうございますですね。例えばこれゴールが、じゃあスタートがですね4カ所あるんですよね。これインドネシアもあれば、サウジアラビア、ポーランド、イタリアって4カ所スタートとゴールがあります。例えば自分が好きなのはイタリアから始めるとして、でイタリアパスタがなくなったら一回休むとか、イタリアちょっと休むの大好きだし食べるのが好きなんで、こういうこと本当にあります。で、あとシエスタ2回休み、休みますねイタリア。あとこうやってこういうの中でこのシャッフルっていうのがあるんですよ。ここをこうみんな通る道なんですけど、じゃあちょっと留学してみようかみたいな、イタリアから始めた子たちもここで番号、例えば人生ゲームってこう番号をこうやってスゴロクとかのこういうルーレットとかで何マス進むかとか決めるんですけど、例えば3が出たらじゃあポーランド行っちゃおうかとか、そうやって最後自分がスタートした国じゃない国の価値観も知ることができる。これはたまたま今回イタリア、ポーランド、インドネシア、サウジアラビアって4カ国を選んだんですけど、グローパスフレンズの中から選ばせてもらったんですけど、これはどんどんいろんな国の子たちのを作っていって、どんどん広めていけばますます価値観の違いとかを自然に理解できるものが広がっていくと思います。最終的にはこれ今4つこうやってくっつけちゃってますけど、一つの国で一つの番でどんどん交換していくっていうのが、本当にそれがそういうことをできると子どもたちの価値観の知識も広がるかなって思ってます。ルカさんありがとうございました。じゃあちょっとこっち戻しますね。はい。でもこの人生ゲーム続けなくちゃ意味がないんですよ。
で、なんでこれ続けなくちゃ、一回作って終わりじゃ意味がない。なんでかっていうと、人生ゲームは、人生ゲームすいません。なんでかっていうと、価値観っていうのは時系列でどんどん変化していくからなんですね。例えば、節約意識っていうのはバブルの時代にはあんまりなかったけど、今どんどん増加してるよね、みたいな、そういうふうに時系列でどんどん価値観って変化していくんですよ。だから、これをずっと、毎年毎年新しいのを作るぐらいの勢いで続けていかないと意味がない。そして、時系列の変化っていうのも共有できるようにもしなったら、例えば、その時系列の中で、ますますこの国とこの国、いい感じの方向に向かってるなって、もしくは、もっとどんどん意見が対立してるぞとか、分かることがあるので、そうすると、どうやったらじゃあそれを解決できるかなっていう解決方法を見出すことができるようになるんですね。私たちのチャレンジ、今私たちまず一回大きいの作りましたけど、ここで広めても本当世界まだ全然行きませんよね。これから世界中の学校とかそういうところを通してどんどんこの人生ゲームプロジェクトっていうのを広めていかなくちゃなりません。世界中の子どもたちが人生ゲームを作りプレイし合うことでみんなの価値観が一つになる。そして私は願います、世界中の子どもたちが作る人生ゲームがやがて一つになった時、この時世界から戦争はなくなるのではないかと思っています。皆さん、お話を聞いていただきありがとうございました。